現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。この世の全てにおいて光が当たるところには必ず影がある。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれ、これらは因果関係にあり切り離すことができる。本来はな。どうだ。